鋼。鋼、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 剣は、板や座、とは、炭素0.04%から2%程度、含む鉄の抗菌。鋼鉄とも呼ばれる。強靭で加工性に優れ、ニッケルクロムなどを加えた特殊鋼や中鋼等と、合わせて、鉄鋼とも呼ばれ、産業上重要な位置を占める。日本語の、鋼の由来は刃物に用いる金属を意味する。 である。かつて鋼とは、焼き入れによって硬化する鉄合金を指し、鉄器時代以来、炭造炭折、熱処理や研磨技術によって刃物類が製作されてきた。ここを原点に様々な鉄合金が発達し、その都度高の定義は拡大解釈されて、現在に至っている。現在では刃物専用以外でも、精錬技術によって作られた鉄鋼材全般を、と呼び、 電鉄、中高などを含めることがある。鉄鋼はドイツ語のこの訳が語源とされているが、日本で最初に鉄鋼という呼び名が使われたのは、運泊鉄鋼合子会社、現、日立金属や杉工場の社名が原点とされている。運泊鉄鋼合子会社による鉄鋼製品の源流は、たたら製鉄であるが、ここで言う、鉄鋼とは、新安特許、成功法。 明治三十九年、一九百七年取得からなる連鉄を指し、新特許法の連鉄、イベ式包丁鉄というが、出発となる。鉄の性質は、含まれる炭素の量で大きく変化する。鉄鉱石を還元したものを先鉄と言い,い、四パーセントから五パーセントの炭素を含む。これをそのまま絵形に流したものが、芋のとも呼ばれる中鉄である。中鉄は脆くて、 過疎性がなく、ついで叩いたり、曲げたりすると割れてしまう。脆いく鉄から炭素を除去すると、鉄は強靭になるとともに、過疎性を持ち、叩いて成形したり、曲げたり、伸ばしたりの加工が可能になる。この炭素の少ない鉄が鋼鉄である。現在の金属学の定義では、FECK 二元合金において、 C ン有量が0.0218から2.14%の範囲にある部位である。言い換えると、フェライトの C 最大雇用量0.0218%から、オーステナイトの C 最大雇用量2.14%までの範囲の部位とも定義できる。f e c 系二元合金において、C ン有量が0.0218%以下の、モノオテツと呼び、2.14。 マスパーセント以上のものを中鉄と呼ぶ。一方で、極低炭素鋼やステンレス鋼のように炭素の添加がなされない鉄も鋼と呼ばれる。国際規格の ISO4948 から1では一般的に2.0%以下の含有量の炭素と他の元素を含む鉄の合金を鋼と定義している。世界で初めて鋼を開発したのは 紀元前1400年頃のヒッタイトであると考えられている。ヒッタイトは炭を使って鉄を炭造することにより鉱を製造し、アナトリアを中心に鉄を主力とする最初の文明を築いた。この製法は厳重に秘匿されていたものの、前1200年のカタストロフと呼ばれる大動乱によって、紀元前1190年頃にヒッタイトが滅亡すると、 成功技術はヒッタイトを滅ぼした海の民や、エジプトやメソポタミアといった近隣の諸国へと伝播し、さらにそこから遠方へと伝わっていった。産業革命以前の世界においては、各国で鋼が製造されたが、中でも最も長かったものはインドにおいて生産されるウーツ鋼であった。ウーツ鋼はインド国内で消費されるほか、中東方面へも盛んに輸出され、 特にシリアのダマスカスにおいて統計に加工されたものは非常に高い評価を受けていた。このことからウーツ鉱はダマスカス鉱という名前で広く知られるようになった。ウーツ鉱はルツボによって生産されたが、19世紀初頭までには生産が途絶え、現代においては製法は出伝している。日本においてもたたら製鉄によって玉鋼と呼ばれる鋼が生産され、 主に日本刀の原料として使用された。ウーツ鉱や玉鋼に見られるように、近代以前の世界において、鋼の主な使用法は、高度の要求される刀剣の材料としてのもので、あったが、16世紀以降、オスマン帝国で、鋼は銃の方針に使用されるようになり、この製法はムガル帝国にも伝わった。しかし、大量に生産することは、 どこの文明圏においてもできなかった。18世紀に入ると、イギリスで徐々に成功法の改善が始まり、1740年代には、ベンジャミン・ハンツマンによって、ルツボを使用して、良質の鋼が作られたものの、これは量産することは、不可能であった。この後も様々な鋼の生産法が開発される、ものの、真に、工業的に大量生産ができるようになるのには、 ヘンリー・ベッセマによる1856年の天炉法の発明を待たねばならなかった。鋼の生産は、まず赤鉄鋼や磁鉄鋼など採掘された酸化鉄である鉄鉱石を鉱炉で還元させて、先鉄を得る。縦長の鉱炉上部から鉄鉱石、コークス、石灰石を投入し、下部から熱ガスと空気を送り込んで摂取800度以上を、 維持するよう燃焼させる。これにより、コークスから発生する一酸化炭素が酸化鉄を還元させて旋鉄が得られる。この工程は、航路の耐久性限界まで連続して行うのが通例である。航路で得られた旋鉄に含まれる炭素など不純物を次の成功工程で取り除く。ここでは、ケイ素、リン、硫黄などを除去し、 炭素の含有率が0.5から1.7%程度に調整される。この方法には天炉と平炉がある。天炉、天炉成功法は1856年にイギリスの発明家ヘンリー・ベッセマーが開発した。彼の名を取ってベッセマー法と名付けられた本技術によって初めて鉄鋼の大量生産が可能となった。このベッセマー天炉においては 低積性のレンガを内部に張った炉に先鉄を入れ加熱空気を送ると不純物や余分な炭素が燃焼、酸化して除去できる。この方法によって20トンの製鉄を30分以下で行うことが可能となった。発明当初の技術ではリンの除去は不可能であったが、1887年にシドニーギルクリスト・トーマスが白雲石小松を裏張りた天炉を用いる方法を開発し、 このトーマステン炉において、リンをリン酸カルシウムの溶かす、溶彩として分離させることが可能となった。この溶カすは肥料に転用された。現在では1946年にオーストリアで開発された空気の代わりに酸素を用いる LD テン炉法が主流となっている。また、1949年にはそれまでそこから酸素を送り込んで不純物を除去していたものが、 上から酸素を吹きつけるだけでも攪拌が起きて、不純物が除去されることが分かり、上部から酸素を送り込む工法が主流となった。しかし上部からの酸素だけでは、攪拌が弱くなるため、1970年代には、再び底吹きが主流となる。しかし今度は、上部の温度が上がりにくくなるという欠点が現れ、結局1980年代以降は、上部からの酸素供給を基本とし、 底部から補助的に空気を送り込む混合式の吹き込みが主流となった。平炉は反射炉の一種で1856年にシーメンス兄弟カール・ウィルヘルム・シーメンスとフレデリック・シーメンスによって炉の構造が発明され、マルタンフ氏ピエール・マルタンとエミール・マルタンによって成功法が発明されたことから両者の名を取ってシーメンス・マルタン法と呼ばれる。 鉄鉱石とくず鉄、スクラップを混合し加熱して不純物を酸化、除去、適度の炭素を残す。熱源は電気アークである。しかし、平炉法は冷えた材料の加熱を行うため、初期のものは鋼の製造まで10時間を要した。1960年代には3時間まで時間が短縮されたものの、天炉はこの過程を30分で行えるため勝負にならず、 日本では1960年代以降この方式での成功は行われていない。この他にスクラップを用いる電気炉生産方式、電気炉成功法がある。日本での生産割合は、天路成功法が約75%、電気炉成功法が約25%である。日本古来の砂鉄からの成功法を、たたらブキと呼び、 日本刀の原料となる玉鋼が製造される。日立金属がごく少量の生産を続けているが、生産された玉鋼は指定された日本刀の刀稿にのみ、配布さ、一般には流通しない。一般に金属材料の幸福強さを向上するためのメカニズムには、大別して雇用強化、石質強化、転移強化、結晶粒微細化強化の4つが存在する。 これらの機構を適用して、鋼の強化も行われる。素性変形は結晶中の転移の動きによって起こる。四つの強化機構はいずれも転移の動きやすさを低下させるように働き、それによって鋼を強化させる。鋼の特徴は、まず鉄に軽微な合金化を行うことにより強靭な固体材料を生成できること、資源が豊富であり、酸素との親和性が、 比較的低いため安価に精錬ができることにある。別元素の雇用源が大きく合金化しやすいため、多様な講種が開発されてきた。ケースを添加した、電磁講、ニッケルやマンガンを添加した、肘性講、クロムやニッケルを添加したステンレス鋼など、さらに工具講、高速度講など、様々な用途に適した講種がある。鉄鋼材料は各観点から、 いろいろな名前で呼ばれ、分類法によっては同じものが別の名前で呼ばれることがある。鋼はその用途ごとに鉱種の改良が進んできた。例えばジスの分類も、銅などの合菌が比較的成分の系列に従って命名されているのに比べ、用途や製法、強度区分、炭素量を示すものなどがあり、分かりにくいものになっている。例えば S45C という種は、 炭素量0.45%の鋼を言い、水、軸受け口は、ボールベアリングのうち外輪に使われる口種であるということを示す。さらに、各国の規格において、口種の故障が異なっている。例えば、鉄鋼は大きく分けて、鉄と微量の炭素による合金である、炭素鋼、普通鋼と、それ以外の金属との合金である、合金鋼、特殊鋼に2分される。 普通鋼の名の通り、古来から製造使用されてきた鋼は炭素鋼に分類される。これに対し、炭素鋼を基本として一種、または数種類の金属を添加し性質を改善したものが合金鋼であり、普通鋼に対して特殊鋼の名で呼ばれている。特殊鋼は添加する金属によって、ニッケルクロム鋼、ニッケルクロムモリブデン鋼、クロム鋼、クロムモリブデン鋼、 マンガン鋼など様々な種類が存在する。炭素鋼と合金鋼は成分からの分類では以下のようにさらに細かく分類できる。また、という分類もある。また、炭素鋼は素性標準組織や炭素濃度の上から以下のように分類できる。実規格ではこの分類法が用いられている。主要な鉄鋼メーカーを素鋼生産量順。 2012年に並べた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。